白雪姫とリチャードは思い出の場所でやっと再会することができました。そして二人はレディークリスタルの待つお城へと向かったのです。温かく歓迎してくれたのもつかの間、レディークリスタルは小悪魔を差し向け白雪姫を捕らえようとします。リチャードやサムソン、ジョリー、ウッディの活躍のおかげでなんとか逃げ出すことができましたが、本当に二人が幸せになるのはいつのことでしょう。未来への別れ。冷えると傷に悪いわ。あ、出かけるの？雨が降ってもお腹は空くでしょ。キノコを取りに行くのよ。そうか。ねえリチャード、もしかしてグリーンバリー城へ戻ろうと思ってるんじゃない？え、傷が治るまで無茶なことはしないでね。うん、分かってるよ。私はリチャードの体のことが心配なの。ありがとう。じゃあ行ってくるわね。ああ、気をつけて。いつまでもこうしているわけにはいかない。だがどうしたらいい。鏡の精が教えてくれたあの伝説、どう解けばいい。この世に悪が蘇り、光の力を闇に利用せし、聖なる青き鷹をおりきたりて、その野望を打ち砕かん。聖なる青き鷹。聖なる青き鷹とは。お帰りなさい。ああ、気を使うことはない。いえ、これはチェ、カッコつけちゃって。うん、これはいわゆる一つのやきもちという心理状態ですね。ジョリーがリチャードにかなうわけないのに。白雪はどうしたんだよ。ああ、つい先ほどキノコを取りに行くと。僕も行ってこよーった。さてと、片付け。せいてはことをし損じる。気ばかり焦って不十分なまま敵陣に乗り込んで元も子もない。十分に体をいたわることじゃ。さっき白雪姫にも同じことを言われました。おっと、それではわしは余計なことを言ったな。いえ、お気持ちはありがたく思います。何もない不便なところじゃが、すべての条件が整うまでゆっくりするといい。ええ、モリー。あら、ジャック。親父がモーリーんとこへ薪を持ってってやれって言うからさ。まあ雨の中悪いわね。村長さんにお礼を言っておいてちょうだい。年寄りには親切にしろってうるさくってな。まあ他に用事はねえか。なんだよ、何がおかしいんだよ。いいえ、別に。ただジャックは最近よく家へ来るようになったわ。だからそら年寄りを。この家がこの村で一番ですものね。ん、白雪さんの思い出がいっぱい。なんだそれ。恥ずかしがることはないわジャック。あなただけじゃない。できることなら私だって今すぐにでも白雪さんにお会いしたい。これだから年寄りはやだぜ。勝手に人の気持ちを決めんな。じゃな。薪をありがとう、ジャック。白雪。
王子がそれほどお気が短いとは思いませんでしたよ。もっともお噂によれば、王子のお父君ロバート・アルベルト・ビラ王もお若い頃は相当にお気が短くていらしたとか。今夜あたり作戦を練りましょう。サムソン、今やクリスタル女王は魔物まで繰り出すようになった。私たち人間が太刀打ちできる力ではない。しかしやらなければ。この国にいる者は人間だけではない。わしたちドワーフやその他の妖精、精霊、ゴブリンたちとて戦うときは戦うものじゃ。人間以外の力を借りなければ到底クリスタル女王には対抗できないでしょう。でも妖精たちの協力を得るためにはかなりの時間もかかるでしょう。確かに容易なことではない。とりあえず何人かの兵士を集めて城の中へ入り、鏡の精に話を聞くというのはどうでしょう。いや、クリスタル女王に捕まるのがオチだ。サムソンの言う通りじゃ。下手に動かん方がいい。サムソンさんもまだ寝てるのね。まだ寝てるの、お寝坊さん。どうなさったんですか、そんなに慌てて。リチャードを知らない？え、私が起きた時はまだ寝ていらしたのだが。どこへ行ったのかしら。みんなで聞いてくるわ。さあ、今日はまだ見かけていませんよ。この草、リチャード王子の傷によく効くんです。まだ体も完全に治っていませんから無茶はできませんよ。でもどこにもいないのよ。そうですね、心理的に分析すると王子がご自分のお城へ帰るというのが一番妥当な線ですか。アルベルトビラ城、兵士を集めたいようなことを言っていたとボスが話していましたけど。そうじゃねえか。からかうやつがいなくなって退屈しちまってな。ドワーフの森へ行けばお前の行方がわかると思ったんだけどよ。まさかその前に会えるとはな。ごめんなさいジャック。なんだ。おい、待てよ。おい、何があったんだよ。我が城にも兵士たちがいる。グリーンバリー城へ乗り込めば。名を名乗れ。フレーナ、そなたたちこそ何者だ。我々はクリスタル女王様の命によりこのアルベルトビラ城で待機している騎士団だ。何？女王様から怪しき者はすぐに抹殺せよと言い渡されている。私はこの城の主、アルベルトビラの王子、リチャードだぞ。城の者たちはどうした？貴様の知ったことではない。何？
ことに。クリスタル女王め、手は、手は、何をひるんでおる。相手はたった一人の若造だぞ。身のほど知らずめ。リチャード。リチャード。あいつか。俺はああいうもん見ると血が騒ぐんだ。俺が奴らの気を引く。その間にあいつを助けるんだ。いいな、ジャック。うわっ、おお、なんだお前は。名乗るほどのもんじゃねえよ。これがアルベルトビラ城か。待て、どこ行く。待て。リチャード。白雪姫、傷が治るまでもう戦わないって約束して。しかしあの少年が。へへ、森育ちの俺を捕まえられるもんならつけめいてみな。クリスタル女王様の親衛隊を甘く見ると地獄を見るぞ。地獄を見るってのも珍しくていいよな。ふざけ。いや、おお、ここまで来て見やがれ、この真っ黒カラス。なんてやつ。だから言ったろ、俺は根っからの森育ちなんだって。そんな傷で戦うなんて、おめえどうかしてんじゃねえのか。そうだな、君がいなかったらどうなっていたことか。ありがとう、ジャック。なんだ、どうってことねえ。いや、本当に助かった。ふーん、それなら来なきゃよかったかな。え？あんたがくたばれば、白雪が好きな奴はいなくなるわけだろ。ジャックったら。冷やした方がいいかもしれない。布を濡らしてきます。私も行くわ。じっとしてなきゃダメよ。やっぱり白雪が見つめてんのはこいつ一人なんだ。こいつも命がけか、白雪を守るために。
ま、いいでしょう。本当かい？ただし、二度と無茶はしないこと。怪我のせいで抵抗力も落ちてますからね。これで少しでも体を冷やさないようにして。あ、青木鷹。そうだ、我がアルベルトビラ家に代々伝わるあのマント。ナイトの称号を得ると同時にあれは受け継がれるはず。白雪さんを悲しませるようなことをしたら、リチャードさん、あなたそりゃもう大変ですからね。え、白雪さんには強力な親衛隊がくっついてますから。チェ、なんでジャックまで来るんだよ。ナイトの称号？そうです、僕と白雪姫二人の力が一つになればきっと何かが起こる。鏡の精はそう言いました。そして伝説の青木鷹、それはアルベルトビラ家に代々伝わる青木衣と一致します。王子がナイトの称号を得られれば悪魔は倒せるということですね。うん、僕はそう信じます。ではナイトの称号を得るためにコンラッド王のもとへ。いずこかに捕らえられている王子の城の方たちを救うためにも急がねば。その間わしたちは何としてでも姫を守ろう。お願いします。白雪が見てんのは俺じゃないって感じたこと本当だったんだ。そいつを助けちまうなんて。ジャック。なんだよ。僕は明日戦場へ立つ。あ、僕がいない間くれぐれも白雪姫のことを頼む。そんなこと俺に頼んでいいのかよ。え、すっげえ自信だな。白雪が心変わりしねえとでも思ってんのか。たとえそうなったとしてもそれは彼女の意志だ。僕がどうできるものでもない。果てしなくめでてえやつで。人の気持ちを他人が決められるものじゃないだろう。俺に頼んだりしたら後悔するかもしれねえぜ。頼む。その代わり白雪姫に何かあったら君のせいだからね。気をつけてねリチャード。これあの時のリボン。二人が別れ別れになっていた時、リチャードが再会を祈って思い出の木の枝に結んだリボン。白雪姫はそれを大切にしまっておいたのです。君一人残していくのは辛いけど決して悲しむべきことじゃない。これは僕たちの未来のための別れなんだ。それじゃ白雪姫をお願いします。こちらも準備をしておくでな。気をつけてね。早っ。未来のための別れなんだ。白雪姫はリチャードの言葉を何度も心の中で繰り返しました。今できる限りのことをするためにリチャードは旅立っていったのです。未来のために自分自身も何かしなくてはいけない。白雪姫はそう固く決意するのでした。